よっしゃ行くぜー。どうも YouTube 予備校のジョニーです。今回は共通テスト古文9割取れる講座をやっていきます。で、この動画をね見ている人は、まあ、古文がねもう全然分かれへん苦手な人であったり、古文勉強してんのになんか点数伸びひん、なんか20点ぐらいで落ちちゃうみたいなね、そういう人が見てると思います。という人がね陥る罠っていうものはね、古文って何やればいいか分かれへん、そういう人が多いと思うねんけども、今回この解説動画ではね解き方というものを示していきます。で、そうやってね、解き方を示すことで古文というね一見ね攻略がねこう不可能な山脈に見えるねんけども、いとも簡単に飛び越えられるようなね、攻略法をこれから伝授していきます。で、具体的なねそのやり方っていうものはこの動画を見ていってくれたらわかるねんけども、で、まあ大きな軸として一つあって、それは現代語の情報で解いていくってことな。じゃあ現代語の情報って何って多分思うと思うねんけども、現代語の情報っていうのは、古文の最初の前書きの部分であったりとか、設問であったり選択肢であったりといったいわゆる古文じゃないところね、ところでヒントをもらうと。で、そのヒントをもらって読みに行かなあかんところだけを読んで解くっていう意味ね。だから全訳は言いません。なんで古文といえばちゃんと訳さな分かれへんのちゃうんかとか、主語とかを、まあもちろん主語を特定するの大事やねんけども、主語とか敬語とかもちゃんと理解しとかな解かれへんのちゃうと思うかもしれんねんけども、全然そんなことないから。むしろ主語とかって説問から、例えばウコンがとかさ、ウコの右近衛大将がとかさ、だから結構説問から〇〇がっていうとこ言ってくれたりするんよ。あ、じゃあこの馬防戦付近はあこいつが主語やねんなとか分かったりするわけやんな。で、そういう風に現代語でちゃんとリードしてくれてるんよね。で、そこをいかに読み取れるかってところが古文を解く上でめっちゃ大事なとこになってくるねんな。でもやっぱ自分でやってるとさ、そこに気づけへんと思うねん。だからそこをこの動画でねこう気づいてもらったらいいかなと。あ、そんなとこ読むんやとか、あ、ここめっちゃヒントになるんやとかね、あ、中って今まで簡単にあっさり読んでたけども、あ、めっちゃ回答に使えるやんとかね、まあ、そういう観点をねこの動画から学んでもらえたらいいかなと思います。はい。で、まあ、この動画は2部構成ってなってまして、前半はねあっさりあっさりって言ったらちょっと語弊があるかな、簡潔に解説しています。で、それで分かる人はまあその場で動画を止めてくれたらいいねんけども、ちょっとあっさりすぎてもうちょっと詳しく聞きたいなとか、もうちょっと分かりづらいなって思った人はその後に詳細の動画をくっつけてます。で、その詳細の動画は詳しく、まあ、丁寧にね解説しているので、動画時間としてはね、長い動画時間になってんねんけども、おのおのねそれは自分に合わせたものを見てもらえたらいいかなと思います。はい。じゃあね、それでは実際にねセンター2013年の古文をね使って解説していきますので、ぜひご覧になってください。それでは解説始めます。こんにちは、ジョニーです。今日は共通テストで9割取れる古文やっていきます。よっしゃ行くぜ。それでは古文の解説やっていきます。まず古文をやっていく上で大切なこと、1つ目、前書きです。前書きで答えが決まることがよくあります。じゃあ前書き見てくれ。まず登場人物が出てきます。東北に下った上物神、はい、東北に下るってことは都から来てます。ってことは身分が高い人ですね。その後、下座の神の家に滞在。ってことは、まあ、ある友達の家に泊まりに来てるってことやな。はい。で、泊まりに来てるときに、その神の娘、その下座の神の娘さんと元を訪れると。OK ですか？で、その後、一夜を過ごしたってことやから、神の娘と、まあ、一緒に寝るってことは、神の娘と、まあ、恋人関係、彼氏彼女の関係になるってことやな。ラブラブしたということです。OK ですか？ってことは、まずここで恋が完成した。まあ、恋人になったってことな。これで前書き、OK ですか？その後、もう一個、2つ目。ていきましょう。で、段落っていうのは場面ごとに分かれてるので、何場面あるかを押さえていこう。で、今回見ると 1,2,3 段落ありますね。時を表す言葉があったらそれも一緒に見ていこう。じゃあ、1段落は勤めて早朝、翌朝ってことやな。ってことはさっき一緒に寝たからその翌朝やな。で、次2段落目も今朝って書いてるから時系列的には一緒、まあ時系列って言ったらあれやから、まあ時の流れとつ一緒ね、同じ朝ね。で、3段落目は母君できてるから、お母さんが急に出てきてるから、まあ3段落は場面として大きく変わる。 OK ですか？じゃあこれで段落は終わりです。はい。じゃあ設問いきましょう。次設問いくときに大事なのは全体像を押さえてる問題を探しに行く。で、問い1、問い2パッパッパって見ていくと、問い6番が内容の全体の話になってると。ここで大枠がつかめるから大枠をつかんでいきましょう。で、古文は大枠をつかんだら解けますね。それつかんだら終わりやからね。なんで大枠をいかにつかむかってところを集中してやっていきましょう。問い6の解説ね、やってくれ。問い6番、まず1,2,3,4,5の選択肢を見ていく。さっきね、まだ前書きしか読んでないから、前書きは簡単に言ったら神の娘と恋人関係になったからね。そこを踏まえた上でやってくれ。はい。じゃあバーって読んでいくと、はい、最後に上物神が女神に心惹かれる戦いが明らかになってる。これバツやな。もうすでに恋人関係になってるからバツです。はい。2番、バーって読んでいくと、敬語に、用いれてる話やねんけども、2人の身分差がはっきり分かるようになってるって書いてんねんけども、敬語を重ねたからってね、敬語を分けたからって身分差ははっきりしません。バツです。はい。3番、3番も恋の成就の重要な条件
条件と考えるって感じなんやけど、これすでにもうさっき言ったように、ね、恋人関係になってるからバツ。はい、4番少しずつ心を通わせていく、これももうすでに恋人関係になってるからバツ。はい、最後5番に関してはその恋人関係の話は書いてないから1,2,3,4 ね、この基本的にこれバツって分かった時点でもう5番が正解ってことが分かるので、5番はもうこのまま終わりです。じゃあ、これでね、丸5が正解って分かったので、丸5をね、読んで大枠っていうものを掴んでいきます。読んでいくと、まあ弟君とかが出てきてるね。で、これって普通ね、あの恋人関係になって一夜を過ごした翌朝っていうのは分かんないやり取りをすんねんな。それがまあ普通やね。で、その分かんないやり取りって普通、まあそのお使いのね、女性、次女であったりとか、まあそういう人がすんねんけども、ここが弟君とかがやってるってところが今回の話が面白いってところやということで、大枠が掴めたと思うんでな。ってことは、この話の大枠っていうのは2人が恋人関係になった後のやり取りが書かれてるってことやね。 OK ですか。はい、それではね、トイロクが正解と分かったので、トイロクでは和歌のやり取りがね、もうこのメギミと上物神で始まるってことが分かったから、トイロクはね、和歌の問題ね。なってことは、その和歌のやり取りから和歌の問題をしっかり解いていけるので、ちょっと和歌の問題やっていきましょう。で、これがなかったらまた後で飛べばいいかな。はい、じゃあ A 見てみると、 A は上物神で、 B はメギミって選択肢から分かるから、やっぱり やり取りをしてるかな。じゃあ A の和歌の内容をね、見ていきましょう。はい、じゃあ A の内容を見ていくと、会った後余計悲しくて人目を包むなら心へと、で今夜はね、行くから人を沈めといてねって言ってるわけやな。で、そこを見ていくと、はい、じゃあ丸1番な。はい、じゃあ丸1番バーって読んでいって、思うように会いに行けない、いけそうやんな。会う前よりも募る恋の苦しみ、これいけそうやんな。はい、なんで A のこの1番の内容はいける。2番、2番も会って愛情深まったのに人目を気にせなあかんから会われへん、いける。恋は成就して今になってもさらに募る恋、これいけるやんな。もっと会いたいって気持ちやったからな。はい、で次3番、3番は一向に進展しない2人の中、これバツやんな。これ前書きの時点でもう恋進展してる、恋人になってるから一向に進展しないっていうのはバツです。 OK ですか。じゃあ A の内容でバツに切れたのは3番だけ。じゃあ B の内容ね、見に行くで。はい、B はメギミ、それに対してメギミの歌やったよな。はい、メギミの歌も悲しさも忍ばんことも、忍ぶっていうのはまあ隠れるとかそういう意味でいいよ、忍ばんことも思っていないと。で、別れたままで心が惑ってます、心が乱れてますってことやんな。ってことは悲しくも忍ぶことも思ってなくて、別れたままで悲しんでると、心乱れてると。はい、じゃあそれを踏まえた上で B 見てみましょう。1番ね。はい、1番、別れたとは悲嘆にくれて、ここバッてやんな。さっき悲しみも関係ないって言ってたろ、単純に心が乱れてる、心が惑ってますって言ってるから悲嘆は違う。はい、じゃあ次2番、別れた後の心の乱れ、いけそうやんな。とか、あ、その後心の余裕がない、惑ってるってニュアンスとぴったしやんな。2番はいけます。はい、次3番、バツ。4番が、そのまま読んでいくと、恋心を抑えねばならない、これバツやんな。もうだって恋のやり、これ和歌のやり取りしてんねんから、一個に進展してない、これさっきの3番と一緒やな。もうこれ恋人関係になってるのでバツです。はい、5番は心をかき乱された辛さ、こちらね、さっき悲しみも忍ぶこともって書いてたよね、思えずって言ってるからね、その後も会えない悲しみに耐え続けることの苦しさ、これも違うね。単純に会えないことに対して心が惑ってますって言ってるだけやったからな。はい、なんで、これで答えは丸2番が決まりましたと。じゃあね、これで、丸2番が正解って分かりました。ただ丸2番は A と B しか読んでないので、 C の和歌をね、確認していきます。はい、じゃあ C の和歌ね、見ていきます。C の和歌、別れた今朝は心を惑ってるかもしれんけど、今夜ね、言ったこと忘れるなよっていう感じで言ってるわけやんな。じゃあもう一回ね、 A と B と C、 大枠をつかむために最後もう一回流れを整理しとくと、 A っていうのは会いに行くぞと、今晩で、 B っていうのは別れたままで心を惑ってますで、 C っていうのが忘れるなよとっていう形でもう一回念押しって形やんな。はい、これで ABC の和歌の流れから大枠っていうのをつかめたと思います。なんでこれをベースにまた問題の方ね、解いていきたいと思います。じゃあね、次、解説していくねんけども、まあね、問6問5って後ろから来てるから、じゃあ後ろから問4からね、やっていきましょうか。はい、問4番、防線部 Y ってあんねんけど、防線部 Y の内容っていうのはね、よもぎの露を払わずとも御旨の露は今宵晴れなものをって書いてんねんな。で、これってまあ、比喩表現になってると。比喩表現っていうのは直接的じゃなくて間接的な表現なわけやろ、わざわざ違う言い回しで例えてってこと。 OK、 じゃあ、でその後この言葉にはウコンのどのような気持ちって書いてるわけ。ってことはこれ言ってるのはウコンってことは分かるな、主語ね、ウコンが主語ってことは分かると。じゃあこれウコンが主語って分かった上で本文ね、もう一回見に行きましょうかと。はい、じゃあ本文見に行くと、ウコンがこういう風に言ってますって、笑うと意図恥ずかしいと思うって書いてるねな。で、恥ずかしいと思った人誰かちょっと分かれへんと思うんだけど、恥ずかしいと思ったのは、まあ、ウコンっていうのはメギミに対する使えてる人なんで、メギミに言ってるんでしょうと。ってことは、まあ、メギミが恥ずかしく思ったってことやんな。はい、ってことは、このね、場面ということは、このね、よもぎの露は払わなくとも本屋晴れてますよって笑うと恥ずかしいと思ってますっていうことなので、それをね、ちょっと見ていきましょうか。はい、じゃあ1番な。はい、1番はバーって見ていくと、はい、部屋の塵を払えなくても心配事を払うことができると明るく励ますってね、別にこれ聞いて恥ずかしくは思えへんよね。なんでこれバーです。
はい、次2番、2番も、踏み分けるようなことをよもぎが茂った庭を恥ずかしがる。これちゃうよね、庭がこう、うわいっぱい恥ずかしいって思いじゃないので、バッてし部屋を掃除してるから大丈夫で慰めるも違うな。はい、3番、3番はバーって読んでいくと、上物神が訪れるから必要なのだと安心させるって書いてんねんけども、これは直接的に言い過ぎやねんな。あくまでもこれ比喩表現やねんね。よもぎの梅雨っていう言い方にわざわざ言い換えてんねんから、こうやって上物神ってわざわざ言ってないってことやからね。直接に言い過ぎです。はい、4番、4番っていうのは上物神をひそかに待ってるめぎみの心分かってと、からかうね、からかわれて恥ずかしいっていうニュアンスはいけそうやね。4番はいけます。はい、5番、5番はスネルめぎみもちょっと怪しいなって感じやし、最後反発する気持ち、これおかしいね。反発するからって恥ずかしくなるっていうのはおかしいので、これでまあ5番は違うってことが分かるので、答えとしては4まで決まりました。はい、じゃあね、問4は以上です。はい、じゃあね、問3番の解説ね、やっていきます。防線で X、さればよ、さればよっていうのは、ああなるほどっていう意味だ。で、誰がどのようなことって言ってるか、主語確定しましょう。で、1と2番がネギミ、3、4がお母さんなんで、まあお母さんかなと思いながら本文ね、見に行きましょうか。で、本文 X 見に行くと、前に母君怪しいと思ってってあるから、あ、主語お母さんのこと確定するな。はい、じゃあ3と4とここに絞れます。じゃあ3と4とこの内容を見ていくと、3っていうのは2人の中が表沙汰になってしまうと困るって言ってるわけやろ。ってことは2人の中に対しては反対の気持ちやね、割とな。なんでマイナスです、ネガティブ。4番っていうのが、心を奪われて何も手につかなくなってると分かる、大変なことになって思った、これもネガティブやな、2人の中に対して。で、5番っていうのが唯一喜ばしいことだと思ったって感じで応援してるから、5番だけポジティブやな。ってことはお母さんは2人の中に対してどう思ってるのかってことをつかみに行かなあかんと。はい、じゃあそれ踏まえた上で X の後ろ見に行くねんけど、この時にね、お母さんがどう思ってるかってことやから、じゃあお母さんの気持ちを表せるとことか探しに行きたいねんな。で、X の後ろちょっと見ていくんだけど、 X の後ろにお母さんがどう思ったかみたいなことなかなか書いてないよね。景色や明治とかなんか書いてんねんけども、お母さんがどう思ってるかどうか分かれへん。この犬とか出てるけどね。ということはここで分かれへん、分かれへんって三段落パッと見れたら母君はってあるから、あ、じゃあここにもしかしたらお母さんの気持ち書いてるかなと思って見に行くやんな。じゃあ見に行くと、その後に頼もしきって書いてる。あ、でもこれお母さんの気持ちちゃんと書いてるよね、頼もしいと思ってると。これでポジティブってこと分かったから、じゃあ3と4のネガティブな内容になって喜ばしいって5番が正解と。これで問い3番はね、5番が分かったので、以上でね、問い3番終わると思います。はい、じゃあね、ラストね、問い2番、文法問題の解説ね、やっていきます。はい、まず A、 はい、A は玉はぬってきてるやろ。玉はってのは未然形、アダムは未然形やからな。はい、未然形プラスぬは打ち消し。はい、この時点で1、3、5の3択やんな。はい、次 B、 B はニアってきてるね。ニアのニは断定の助動詞です。ってことはこれでもう3番もバスに切れるから、1と5の2択。はい、次、C で、今回 D はどっちも一緒やねんな。ぬべしつべしは完了っていうのを覚えておいた方がいいね。完了教員の助動詞で、きっとこれこれだろうと。で、 C はこれね、むべにっていうのはむべなりっていうのが変形した活用語尾なので、今回は C は形容動詞の活用語尾が正解。ってことは1番が正解です。はい、以上で文法問題終わります。はい、じゃあね、次、問1番の解説ね、やっていきます。問1番の問題っていうのは、単語の問題やねんけども、単語だけで意味は取らずに、しっかり、前後関係ってものを押さえていきましょう。はい、まず、あ、意図心もとなくてすぐ下前いけるってやってんけど、これね、重要単語1対1で対応できるような単語はないので、前後関係を追っかけていくで。はい、前後関係。はい、X、あの前見ると、あっていうのは、これ最初の場面やんね。ね、最初の場面ってことは手紙やり取りする手前です。一番最初な、一夜を過ごした後、手紙送りたいって書いてる。手紙送りたいねんけどもみたいな話やから、手紙送られへんみたいな話やんな。はい、じゃあそれを読んだ上で 1,2,3,4,5 見ていきましょう。1番、そんなにも気に留めずにすぐに過ごしていらっしゃったって書いてるけど、これ手紙の話してないし、何をって話やからバス。2番、大層気をもんで時を過ごしていらっしゃった。これは手紙送りたいのに送られへんっていうね、そういう気持ちが現れてるので2番はいけそう。3番、ひどく不安に思ってそのままにしていらっしゃった。これも何を不安に思ってるかも分かれへんのでバス。4番、それほど楽しくもないまま過ごしていらっしゃった。楽しくないっていうのは確かにそうかもしれないけど、会われへんからね、そのかもしれないけど、ざっくりしすぎなわけね。手紙が送られへんっていうニュアンスが含んでないのでバス。最後5番、大変ぼんやりと日を送っていらっしゃった。これも手紙の気持ちに現れてないので、まあ2番が正解かなってことで、あは2番が正解です。次、いいね。はい、いいも赤ざりし名残を遊ばしてって書いてんねんけども、これもね、重要単語みたいなのも書いてないので、前後関係でしっかり見ていきましょうか。はい、じゃあいいをちょっと見ていくと、いいっていうのは、はい、ことをね、召したのを怪しいと思って開けてみたらいいって書いてるわけやな。はい、これもね、もう大枠は掴んでるからな、和歌のやり取りをしてるって話やったと。はい、なんでその和歌に気づいたってことやな、娘がね。はい、じゃあ行きましょう。1番、語り尽くせなかった辛さを琴の音に込められて。はい、まず辛さっていうのおかしいし、琴の音っていうのも今回琴弾いてるわけじゃないからバツですね。はい、次2番、物足りなかった大瀬の悲しみって書いてある。大瀬の悲しみって何やねんって感じやしね、そんなネガティブなお話じゃなかったやろ、ちゃんとやり取りしてたやん、その後な。はい、なんでバツです。
はい、次3番、面影を思い浮かべなさってって書いてんねんけども、これも名残やから面影は分からんねん。なんでパスです。はい、次4番、満ち足りないままに別れた思いをお気になってって書いてんねんけど、まあこれ A の歌があったからいけそうやんな。はい、5番、聞き分けることのないことの要因、これも一緒やんな。こと引いてないで、こと分かりません。なんで4番が正解です。はい、ラスト、う、意味軸こそ書きなし連れって書いてんねんけど、これもね、よくは古文単語がないので前後関係を抑えましょう。はい、じゃあ、うをちょっと見ていくと、はい、うっていうのは、ね、誠にって書いてんだけど、何かって言ったら、この扇の絵を見せろって言ってるわけやな。絵を見た感想やな。はい、じゃあ、絵を見た感想を踏まえた上で、1、2、3、4、5。1番、いつもより丁寧に書き込んである。これ、別に今見たばっかりやから、いつも見てるわけじゃないから、わからんな。初見やのおかしいので、×。はい、2番、ひどく悲しげに書き入れてある。これもおかしいよね。絵見ただけで悲しげかどうかわからへんやな。はい、次3番、ことさらに美しく書き上げてある。これわかるよ。絵見たら、あ、美しいなってわかるよね。はい、4番、とりわけ得意げに。これもおかしいよね。得意かどうか絵見ただけじゃわかるね。はい、最後5番、愛情深く。これも一緒やろ。絵見ただけで愛情深いかどうかわかりません。はい、じゃあね、うの方は、これで3番が正解とわかりましたと。はい、じゃあこんな形で、ね、問1っていうのは前後関係でしっかり解いていきましょう。はい、じゃあね、以上でね、全問題の解説終わりましたと。で、まあね、こうやって感想あると思うんだけども、古文っていうのは全部読まなあかんとかいうわけじゃないと。ちゃんと大枠をしっかり掴んだら、ちゃんと解けるってことが今回分かったと思うんだよな。なんで、まず大枠を掴むってことが大事。で、その大枠を掴むためには、選択肢であったり、設問であったり、前書きやったりね。その、どういう現代語で書かれてる情報っていうものを、しっかり丁寧に読んでいく。ここが一番大事ね。ね、OK ですか。なんで、古文やからって言って古文単語覚えるとか文法全部やらなあかんと思うんじゃなくて、その問題からどういかに自分が読む量を絞って何を読まなあかんかってことをはっきりさせるか。ここをね、しっかり意識して、これから古文の方ね、やっていきましょう。はい、じゃあね、以上で古文の解説終わりと思います。お疲れ様でした。バイジー。今日の阪神、まるで。力の鍵、見せろよまるで。腕を遥か遠くレッツゴーレッツゴーまるで。はい、じゃあね、センター古文の2013年の本誌のね、解説の方をやっていきたいと思います。で、まずね、解説する前に古文を解く上で大切なことっていうのは、まずはね、この前半のこの前書きの部分やね、ここが超重要です。なので、ここから読み取っていけることをね、読み取っていきましょうと。はい、じゃあ、見ていくと、次の文章は松陰中納言物語の一節であると、東国に下った右衛門の神。東国に下るということは、これまあ元々都から来ているってことやろね。都から来ているということは、身分がまあまあ高いと。ね。身分が高い、上物神の方が身分は高いってことやね。は、下総の神の家に滞在してると。下総の神の家に滞在中、裏風に乗って聞こえてきた琴の音を頼りに、神の娘。はい。神の娘ということは、この、下総の神の娘やな。はい。ということは、この神の娘、下総の神の娘の元を訪れて、一夜を過ごしたって書いてますと。はい。一夜を過ごしたということは、恋人関係になったってことやね。よいしょ。恋人関係になったと。恋人に。よいしょ。ということは、この神の娘と、この上門の神の関係性っていうのは、恋人関係やねんけども、ただ、やっぱね、この、下総の神の家に泊まりに来てる状態やから、隠れてやり取りせなあかんって感じやな。大っぴらにはするわけにはいけへんという形になるので、隠れてやり取りがあるんやろなってことは予測できそうやな。ということで、前書きから分かることっていうのは、この上物神ってのは身分が高い人。で、その上物神と下総の神っていうとこの家に、友達の家に行ってて、その友達の娘の一夜を過ごしたと。はい、一夜を過ごして、まあ恋人関係になったよってところやな。まあ恋愛が成就したって形やと。ね。はい。で、その後、前書きから今分かった情報の後は次ね、古文で大事なのは次は段落です。なんで、まず段落にちょっと分けていくと、1段落、2段落が、ここかな、今朝の、ことの。で、三段落がこの母君はっていう、まあ三段落構成。ということは、まあ場面としては三つあるってことやんな。で、この時に軽くね、ちょっと段落の頭をね、こうやってちょっと見ていこうか。はい。じゃあ見とくと、勤めてっていうのは重要古文単語やねんけども、翌朝とか早朝って意味やんな。よし、翌朝とか早朝。ね。ということは、これ一夜を過ごした次の朝ってことやんな。ということは場面的にはこのまあ流れをそのまま組んでる感じやね。で、二段落は、まだ今朝って話になってんね。ということは、ここね、場面的には大きくは変われへんってことやな。一段落が翌朝、二段落が今朝やから、あんまり大きく変わらないと。ね。変わらない。ということは、場面的にはこの二段落はほぼ同じような場面。でも、なんで段落分かれてるかって言ったら、おそらく登場人物が多分変わってるんやな。例えば、一段落の方は上門の神を視点で。
で、二段落は、この神の娘の視点。もしくは逆ね。一段落が神の娘で、二段落が上物神みたいな感じで、多分それぞれの視点が違うんやろな。同じ時系列は同じでも、段落がわざわざこうやって変わってるってことは。ね。で、その後三段落見たら、母君ってなってるやろ。ってことは三段落からは場面が変わりそう。別の展開やな。こっからは別の展開になりそうです。はい。ということで、まあそのぐらいの予測はできそうやな。まだ本文読まんでいいで。今、ほんまに段落の頭をね、ちょっと見ただけです。見ただけの場面が、まあ大きく3つは、まあ3つに分かれて、大きく分けたら2つって感じやな。はい。ここで段落に分けましたと。で、次に、次にやることは説問です。ね。まだ読みません。ね。説問に行って、例えばヒントになる説問であったり、大枠ね。古文は大枠をつかむっていうのが大事やね。大枠っていうのはちょっとね、難しいかもしれんねんけども、まあ、例えば話の流れ的に、古文ってね、そんなになんかね、劇的に変わったりせえへんね。だからこの話やったらさ、恋人関係になりました、で、例えば三段落があって、最初恋人関係になって、で、喧嘩して別れて、またくっつくみたいな、そんな劇的にこうね、こういう展開ないわけ。もう恋人やったらずーっと恋人も終わるんや。基本的にはね。なんでそういう大枠をつかむために、設問からヒントもらったり、選択肢からね、こう同じ部分を共通してる部分とかから、あ、これは今回こういう話やなっていうね、そういうヒントをもらいに、設問の方をね、見ていきましょう。はい、じゃあ、設問の方を見ていくと、まあ、問一番は、こういうね、古文はこの、古文の、個々の問題っていうね、古文単語から解く問題やねんけども、これはね、基本的に全国関係で解く問題なんで、あんまりヒントはもらえないので、飛ばしますと。で、問2番は文法の問題なんで、これもね、後で解きます。最後にね。はい。で、問3番。はい。問3番は、さればよとあるが、誰がどのようなことを思ったのか。ってことは、誰がって主語が大事やんな。で、軽く選択肢見とくと、めぎみが、めぎみが、母ぎみが、母ぎみが、母ぎみがって書いてて、1番と2番がめぎみで、3から5が母ぎみやねんな。ってことは、まあ、母ぎみかなって予測しときましょう。母ぎみかなっていうね。はい。これ予測やで、あくまでもね。母ぎみかなと予想。まあ予測。よいしょ。予想すると。ね。まあ、3つがね、母ぎみなんでね。はい。まあこれはね、確認しましょう。解くときにね。はい。次、問4番。問4番は、この言葉には、ウコンのどのような気持ちって書いてるから、ということはこれ、Y は、傍線部 Y の主語はウコンやな、ということで、この時点でね、選択肢の、ごめん、傍線部のところ、本文のね、ここにもうウコンって書いておいたらいいんよ。ね。こういう時点でね、ウコンが、こういうふうに思った、言ったよってことやな。はい。ウコンのどのような心情が込められてるかってことで、これもね、実際の本文の展開を追っていかな、わからんので、また後で解きますと。で、次が、問5番かな。問5番が A から C の和歌の問題ってことやな。で、まぁ、今回、上物神と神の娘。まぁ、多分この二人のやりとりやろうと。ということで見てみると、はい、A は上物神の歌って感じで、この 1,2,3 全部共通してんねんな。A は上物神、上物神と。で、B のところが、めぎみってなってんねんけども、めぎみの歌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 ってなってて、これ A と B の内容をつかめば、1から5全部選べそうやな。A のやつが上門の神、B がめぎみめぎみめぎみって感じで、A と B だけで1から5番の選択肢全部構成としてね、作られてるので、あ、これ A と B が分かればいけるなってことは分かりそう。はい。あと、これね、和歌の問題っていうのは、その和歌の直接的に訳してね、それでね、解けそうであれば解いてみる。で、分からなかったらね、また本文の流れ、文脈から解くって流れでいきます。基本的にはね、直訳で大丈夫です。はい。で、次、問6番ね。問6番が、この文章の表現と内容なんで、大枠がつかめそうな説問やねんな。だから、こっからちょっと軽く読んでヒントをね、もらいましょうか。ヒント。ね。ヒントをもらうと。大枠のね。はい。で、この時に大事なのは、前書きのトーンからずれてるやつは、もうこの時点で×にして大丈夫です。で、今回前書きって、もう一回ちょっと見ようか。ね。前書きって今回、ここやんな。はい。上物神と神の娘が、まあ、一夜を過ごして恋人関係になったよっていうね。だからこの二人は今、ラブラブ状態ってことやんな。そこがずれたらあかんね。だから例えばね、別れるとか、そういう選択肢は×になるわけな。はい。じゃあそういうのがないかどうかはちょっとね、最後問い6番ね、見ていきましょうか。はい。じゃあちょっと見ていくと、まず、前半ね、裏風海とあるように、都から遠く離れた場所が舞台となり、ふんふんふんと。波の音などの、聴覚に訴える表現や、よもぎなどの自然描写によって、東国のひなびた情緒が表される一方。ひなびたっていうのは、その田舎っぽいみたいな意味やねんな。なんでちょっとここね、馬鹿にしてる感じがあるので、ちょっと、どうやろうって感じやねんけど、まあこの時点で切られへんけども全然いいよ。まだ前書きのトーンとはずれてはないから別にね。で、次、琴の音を響かせるめぎみの雅な風情が対比的に描かれ、都人である上門の神が、めぎみに心惹かれる戦いきさつが明らかになってる。ここ×やんな？これわかる？だって、もうめぎみと上門の神はもうね、ラブラブやねんで。だからこの書き方やと、これから上門の神がめぎみに心惹かれるよみたいな書き方やろ？そうじゃないね。もういきなり恋人関係からスタートやねん。
で、さっきの和歌の話だったよね。問い5番で。和歌の話であって、もうね、もう恋人関係になって、その後ね、今で言う LINE のやり取りみたいな感じやな。そのいう感じの和歌のやり取りをしてるので、これね、この書き方やったら、今から二人が心通わしていくみたいな、ね、恋愛の途中みたいな書き方なんで、これは×です。はい。前書きから×な。はい、次2番。2番は敬語を重ねて高い敬意を示すって書いてるんだけど、まあ表す、染ませたまうぬにやとか調べさせたまいてみたいなね、そういう表現が都人の上物神に対してのみ用いられる。まあこういうね、よくあるね、のみとかだけとかすべてとか、こういう限定した表現っていうのは、まあちょっと怪しんだ方がいいよね、ほんまかなみたいな。はい。で、用いられ、東国暮らしの女神には用いられてないことから、二人の身分の差がはっきり分かるようになっており、身分違いの恋に試練が待ち受けていることを予感させているって感じやねんけども、ここのね、二人の身分の差がはっきり分かるって書いてんねんけど、敬語を重ねたからって身分の違いは別に分かれへんね。ここの因果関係というかね、ここの関係性がね、間違いです。別にこんな関係はないんでね。敬語を重ねたからって上物神がめっちゃ偉い。で、めぎみが偉くないみたいな、そんな身分の差はっきり分かりません。別にね、敬語を重ねてる重ねてないからって偉くないとは限れへんし、敬語を重ねてるからって偉いとは限りません。で、その後、身分違いの恋に試練が待ち受けてる、んって感じやな。これは前書きのトーンからもうアウトやね。だってこのね、前書きってもう一夜を過ごして恋人関係になって和歌のやり取りしてるんやろ。もうすごい楽しそうに成就してるんやんかね、ラブラブしてるんやん。なんでやっぱこの2番のね、漢字も前書きの流れからもちょっと違うなってことがわかりますと。はい、次3番。3番、人目人を沈め人もこそ未明など他人を意識する上物神と女神の様子が繰り返し描かれることと、そのやり取りの合間に母君や右近の察しのいい反応が差し挟まれることによって周囲の人に認めてもらうことを恋の成就の重要な条件と考える上物神たちの心が読み取れるようになっていると。まあここもね、恋の成就の条件になってるみたいな書いてんねんけど、これやとまだね、その二人が恋を成就してないと、まだ恋人関係になってないって書き方やろ。の前書きからずっと言ってるけど、もう恋人関係になってるわけやんな、もうすでにね。なんでもうこの時点でちょっと怪しいよね。しかもなんか人に認めてもらうことが重要やみたいな話やというね。まあ、果たしてほんまにそうかっていうのは、これはね、本文を後で確認するといいよね。だから、ま、3番と、まあ、2番はね、まあ、2番×やけど、3番もね、まあ、もう、ほぼ、99%× かなみたいな感じだな。だから、ま、点々×にしときますが。はい。じゃあ次4番。めぎみと上物神とが、からこと子犬、香箱に添えて送り合う歌の言葉が、愛意見て悲しけれ心習いから、B の別れ悲しさ、心惑いへと繋がり、さらに C の別れ心惑いと受け継がれており、この日ようわからんな。はい。互いの歌の言葉に答えながら、少しずつ心を通わせていく二人の心情の変化。もうこれもわかるよね。はい。これもね、今から二人が、こうね、恋が恋人になっていくみたいな感じやけど、ちゃうで、もう恋人になってるんよ。恋が成就してるから。なんでこれも間違いです。少しずつね、心を通わせていくっていうのが×です。もうこの時点で、じゃあもう5やんって感じやな。はい。じゃあもう5をね、ちょっと暫定的に正解にしときますが、一応見ましょうか。めぎみと上物神のやりとりに敏感に反応し、行動する母君は上も、ウコンの様子とは対照的にと。上物神に求められて思わずながらことを取り寄せてしまうし、モウサの神や、小さき犬をこそ、たまに犬べけれとか書いてるね、などの言葉のように、喜んで知らないうちに文の使いさせられている弟君の様子が巧みに描かれている。この辺はちょっとよく分かれへんな。今回のメイン、ね、キャラクターってこのめぎみと上物神やねんけども、今回5番に書いてんのはウコンとか下王さんの神とか弟とか結構サブキャラが登場してんねんな。なんでこの辺はちょっと分かれへんと。この前書きだけじゃ分かれへんからね。なんでここは、あ、そうなんやって感じやな。弟が出てくんねんなとか下王さんの神が出てくんねんなみたいな。ただ 1,2,3,4 が前書きの流れからもう違うなって分かるから、もう5番が 90% ぐらい正解やなと、まあ 99% にしとこうか、 99% ぐらい正解やなと思いながらも、まあまだ完全に丸は確定せへん感じね。一応本文確認してみて、あ、やっぱり5やなって形になれば OK っていう風にしていきましょう。はい。じゃあね、これでまあ、軽く大枠をね、掴んだので、まあ大枠ね、一応もう一回5番のとこ見とこか。5番っていうのが、そういうね、和歌のやりとりとかっていうのは、本来、ウコンとか、そういうね、お月の人がするねんけども、こういうね、下王さんの神とか、弟君みたいな、そういうちょっと、まあ関係ないっていうか、関係ないやんか。そういう関係ない人がやるっていうところに、今回の話のちょっと面白さがあるよね、みたいな感じやんな。はい。ということは、やっぱりこの流れからも、まあ、恋人関係になった後の多分やりとりやろな。もっと会いたいよ、みたいな話やろね。多分おそらくね。はい。じゃあ次問い5番ね、和歌のね、さっき言ったみたいに和歌の内容を直接見に行って、それでまあいけそうやったらその場合解くと。であかんかったらね、まあ本文読めばいいかなぐらいの感じでね、基本的に古文のスタイル、まあ何でも国語は全部そうやねんけども、足りひんところは足すね。なんか基本極力短くね、絞って解いていく、必要なものだけ読んでいくってスタイルは崩さないので、足りひんかったら足すっていうわけでやっていきましょう。じゃあまず A のね、上物神の歌の内容ちょっとね見に行こうか。はい。上物神の歌の内容はここやな。はい。ね、まあ、この流れ的には、ということは、A が上物神ということは、一段落は上物神のお話って感じがしそうやな。はい。
で B がめぎみやったよね。はい、よいしょ。この流れなんで一段落は上物神が多分メインやろと。で二段落はおそらくねこのめぎみの歌が最後に来てるってことはめぎみがまあ主人公というかねメインなんでしょうと。はい、ということで、上物神のまずこの和歌のまあ直接的にねちょっと訳してみましょうか。愛見て後ってきてんねんけど、愛見て後こそ、はい、会った後、物は悲しければ悲しいよと。で人目を包む、人目をねこう慎む、まあ人目を避けるみたいな感じだね。心習いにと。で今夜今宵ね、今夜は意図解く人を沈めてって書いてんねんけども、まあ早く解くってのは早くってことやけど、早く人を沈めといてくださいねみたいな、今夜会いに行くからねってことやんな。はい、じゃあこれちょっと踏まえた上で選択肢ちょっと見に行こうか。はい、じゃあ選択肢ね、1番、はい、 A の歌ね。常に人目を気にせずにはいられないために、思うように会いに行けず、会う前よりも角恋の苦しみを呼んでいる。まあいけそうやんな。はい、もっと会いたいよみたいな、今夜会いに行くよみたいな言ってるからね、いけそうです。2番、会って愛情深まったのに人目を気にするために昼間は会いに行けず、恋が成就した今になって、この内容もいけそうやんな。さらに募る、恋情を呼んでいる、いけそうやと。はい、3番、共に演奏を楽しんだのに一向に進展しない二人の中、もうこれ×やんな。進展してます。はい、むしろもう進展したところからスタートしてるので×です。はい、もうこの時点でこれも前書きから×できたな。はい、ただし今回 A の歌の内容で×にできたのは3番だけやったな。ということは B の歌がキーポイントな感じがするな。はい、じゃあ B の歌をちょっとね見に行きましょうか。はい、じゃあ B の歌ちょっと見てください。 B の歌ね、はい、悲しさも忍ばんことも思えずって言ってるから、悲しいことも忍ぶことも思っていませんよと。別れたままで心が惑ってますってことやな。もう直訳やで、そう、ほんまな、そのままですね。なんかこの扇の絵を見て、見た後に言ってる感想って感じの歌ですが、はい、じゃあそれ踏まえた上でね、選択肢もう一回ちょっと見に行きましょうか。はい、じゃあ B のね歌のとこちょっとね後半見に行っていうで見に行きましょう。 B、めぎみの歌で別れた後は悲嘆に暮れて分別がつかなくなってしまい、上物神のもとに忍んでいく手段も思いつかないと訴えているって言ってんやけども、はい、これは別れた後も悲嘆に暮れてが間違いやな。分別がつかない、これ重すぎます。マイナスが強すぎます。さっきね悲しさもね、その、もう一回ちょっと見ようか。悲しさも、忍ぶことも思ってませんよと思えずって言ってね、で別れたままで心が惑ってますって言ってるだけやね。だからこれ悲しいとか悲嘆に暮れてるなんかめちゃくちゃ強すぎんねん、マイナスがね。なんかもうなんか自殺でもする勢いやんか、この書き方やと。もう別れたのが悲しそうでみたいな、悲しすぎてみたいなね。だからこれはさすがに悲しすぎる、マイナスすぎるので×です。はい、2番、めぎみの歌で別れた後の心の乱れのためにいけそうやな。はい、上物神とは違って悲しみに浸ったり人目を気にしたりする心の余裕がない、これね、悲しみもない、人目を気にしたりねする余裕がない、いけそうやんかね。乱れたままですよ、まとってますよって言ってたからな、いけそう。はい、次3番、3番はこれ C のね歌やけど、3番さっき×や、ごめん、3番×やね、3番気にせんでよかったわ。次4番、別れた後の乱れてしまった心のまま、これ前半良さそう。上物神の恋した感情と恋心を抑えねばならない理性、はい、恋心を抑えねばならないが×やで、ね、もう両思いやから2人は。だってもう恋人関係、恋が成就してお互い会いたい会いたいって状態なの。会いたいねんけど昼間に行かれへんから、こうね、こう今心が乱れてますって歌やから、4番は違います。はい、次5番、別れる際の心をかき乱された辛さに加えて会えない悲しみ、もうこれでわかるよね、辛さとかね悲しみとかは関係なかった、だから今回マイナスじゃないんでって、別にね、悲しみも忍ぶことも思えずって言ってたやろ、悲しいの思ってませんと、単純に別れたのがね心乱れてます、別れたままの状態で心が乱れてますって言ってるから、ということでこの内容的にねもう2番っていうのがわかりましたと。はい、じゃあ一応 C の歌は分かってないんだけどね、 C の歌の内容をちょっと見とくと、 C がねここね、3,4,5 に書いてんねんけど、 C がまあ一応ちょっと見とこうか。で、別れた直後の今朝、冷静さを失って思わず書いた今夜の再会の約束を真剣に受け止めようと念を押している、まあ念を押してるは全部一緒やねんな。C はどれほど思い乱れているとしても2人で交わした今夜の再会の約束を忘れないでね。で、最後5番が、別れた直後の今朝はどれほど心がかき乱されていたとしても自分が今夜訪れると言ったことを忘れずに持っていた、なんか全体的に一緒、待っていてほしい、ごめんなさい、待っていてほしい、全体的に全部まあ 3,4,5 は一緒な感じがするよね。なんでちょっと C の内容ちょっと軽く見ようか。はい、C ね、別れつる、別れた今朝は心の惑うとも、別れた今朝は心が惑っているとはいえども、今夜言ったことを忘れるな、まあまあ、だから念押ししてるよね、ちゃんとね。だから 3,4,5 の言ってる内容って基本 C は全部一緒やったから、やっぱ今回 B がキーポイントやったね。で、ここでやっぱ C が上物神の歌っていうのが分かったと。
ということで、やっぱりここは、メギミと上物神の会話の流れやったね。はい。上物神が歌を出す。で、B がそれ、和歌がね、メギミが返事しますと。で、それに対してまた上物神が返事するっていうね。ただ内容を見ていたら、やっぱりね、会った後悲しいから今夜行くよって言って、で、メギミはそれに対して、別れたままで心が惑ってますって言った後、上物神がもう一回ね、こう、いやいや、もう別れたけさ、心惑ってるという、惑ってるかもしれんけどね、友はね、こう、けれどもみたいな意味なんでね、今夜言ったこと、今夜会いに行くぜってさっき言ったやんみたいな A の曲でね、言ったこと忘れんといてねっていう風にもう一回念押しって感じやな。ということで、やっぱり二人は前書きのトーンからずっと一緒やんな。やっぱ仲いい、ラブラブしてる感じでずっとね、こう二人会いたい会いたいみたいな感じやということで、問い5番もね、これでいけましたと。で、これでね、とりあえず大枠はつかめたので、まあ、最後の話の流れもね、分かったと思いますと。だから、二人が別れるとか、そういうバッドエンド的なのは待ってなさそうやね。はい。で、今、A と B の和歌の内容を確認して、で、ここのね、ところに、一段落に、あーいーうーっていう、問1の問題が入ってんねんな。ということで、問1番をね、ちょっとね、片付けていきましょうか。はい。問1番、まず、あ、意図心もとなくてすぐ下まいける。で、この、問1番の単語の問題っていうのは、古文単語覚えてたら解けるっていうような、そんな単純なものじゃないね。むしろ、古文単語覚えてる子を引っ掛けるように作ってます。ね。例えば、意図、とても、体操、あ、じゃあ2番か3、5番や、とかで選んじゃうと、もう間違えるみたいなね。だからそういう、選び方するんじゃなくて、前後関係をしっかり考えていくと。で、そういうね、単語で選べる問題っていうのは限られてます。もう一つの意味しかないとか、ね、そういう一単語で対応できるやつ、一単語一意味って感じやな。対応できるやつだけ、この単語で解けるので、まあそれはまたね、言っていきます。あればね。今回はね、あんまないねんけどね。はい。じゃあ、行きましょう。あはね、まあ意図、心もとなくてすぐ下まいける。まあ、心もとないっていうのがマイナスかなぐらいはちょっとわかりそうやな。でもまあ、ちょっと前後関係ちょっと見ていきましょうか。じゃあね、前後。前後って言っても、もう、あーってね、一行目に書いてるから、まあ、ここって前書きからほぼ変わらないので、前書きの流れね、一夜を過ごした後の翌朝です。ということは、上物神が、まあ、スタートし、メインキャラやね。A の和歌からわかるよね。はい。翌朝、恩文手紙やな。手紙やらせたまま、まあ、やりたいと。手紙渡したい。けど、千方のおわしまさねば、まあ、千方とかね、おわしまさがよくわからなくても、ねば。このねばっていうのは覚えてた打ち消しやねんな。だから、ないのでっていうね、ふうに覚えておいてください。ね。ないので。ってことは、なんか手紙やりたいけど、手紙を送る方法わからんみたいなことやろね。手紙を送りたいね、やろうとしたいねんけども、ね、たまは持ってきてるから。千方のおわしまさねば、する方法がないので、みたいな感じだね。方法がないので、意図心もとなくて過ごしてます、みたいな。はい。ということで、このね、手紙を送りたいけど送られへん、みたいなニュアンスをちゃんとね、含んでるものを選んでいきましょう。はい、1番。そんなに気にも留めずに、見過ごしていらっしゃった。そんなに気にも留めずにって何を気にを留めてないのかも分かれへんし、見過ごすの見ってどっから出てきたんって感じやな。すぐししか書いてないからね。こういうのってようあんねん。古文で間違い作るの。見なんかこれいらんで書いてないから。すぐしたまいけるってこれね、見過ごすって何を見過ごしたんか分かれへんよね。はい、なんで×です。はい、2番。体操器用もんで時を過ごしていらっしゃった。まあ、これはね、例えば、糸の体操もいけるし、時を過ごすっていうのもね、このすぐしと当てそうやんな。はい。で、気をもむっていうのは心もとないでいけそうやし、やっぱ今回手紙な、こう送りたいけど送る方法わからんみたいなのが、ちょっとね、こう、そのニュアンスがちゃんとこの2番は伝わってるよね。書いてるやんか。はい。なんでいけそう。次3番。ひどく不安に思ってそのままにしていらっしゃった。これも一緒やろ。何をそのままにしてたんって感じやし、ね。すぐすの意味を含んでないよねって感じやんな。そのままにしている意味が分かれへんので、ね、×です。次4番。それほど楽しくないまま過ごしていらっしゃった。まあ、過ごすは良さそうやけども、楽しくないままって何って感じやな。ざっくりしすぎやねんな。確かに楽しくはないかもしれんねんけど、手紙っていうワードがちゃんと出てるから。でも手紙を送りたいのに送られへんっていう、そのもどかしさみたいなところを表さなあかんねんな。なんで楽しくもないっていうのはざっくりしすぎなんで、×です。はい、次5番。大変ぼんやりと日を送っていらっしゃった。これもだから4番と一緒やな。これもざっくりしすぎやねんな。ぼんやりと、そんななんかぼーっとしてる描写じゃなかったね。手紙送りたい。やりとりしたいわけやろ？ね。やりとりしたいのに、できひん、やる方法が分かれへんみたいな話だったから、やっぱ2番がね、一番ささいな。気をもむっていうのがもどかしいっていうね。どうしたらいいんやろうみたいなニュアンスはちゃんと含んでます。ので答えは、2番です。はい、次、E 行きましょう。E は赤ざりし、名残を遊ばしてって来てんねんけど、まあ、飽きた、飽きなかったってことやね。飽きなかった、まあ、C はね、過去の助動詞で、名残を遊ばしてって来てますと。まあ、これもね、わかる単語がないので、前後関係をしっかり見ていきましょう。はい。じゃあ、E ね。E はここです。はい。E はじゃあどういう場面かって見たら、E は、めぎみはって、ことを召したのを怪しいと思って開けてみたって来てるわけやな。
ということは神の娘ね、メギミは神の娘なわけやねんけど、そのメギミはなんかことを召したのを怪しいと思ったわけやな。で開けてみるといい赤ざりし名残を遊ばしてってあって A の和歌やねん。ということはことにね、こいつに和歌があったと、 A の歌があったってことやな。はいしょ、 A の歌がねあったことにまあくっつけてたってことやね。まあさっきね、上物神が手紙あげてるけど、そのやり方わからんって言って多分思いついたよね。あ、そうや、琴を使おうみたいな。だって琴の音を頼りにっていうね、この二人の結びつけたのが多分琴なんやろうな。その琴にね、こう箱をちょっと手紙くっつけて送ろうみたいな、なんか音踏みを音に結びつけさせてとか、ちょっと軽く見たら書いてるもんな。はい、だから琴にそうね、ついてる手紙に気づいてめぎみが読んだって流れが、まあだから後ろの A の和歌ともつながるよね。はい、それをちょっとね踏まえた上で見ていきましょう。はい、じゃあ丸1番、語り尽くせなかった、辛さを琴の音に込められて、はい、辛さがよく分かれへんし、はい、琴の音、あ、弾いてないで別に今回、琴の箱に手紙くっつけてただけやからな。これだと琴弾いてんで、もうめぎみが弾いてません。はい、2番、物足りなかった大瀬の悲しみを何度も思い返されて、大瀬の悲しみってそんな今回重いテーマかって感じだし、歌の後ろにね A の和歌がついてた流れとこれね繋がらないので×です。はい、じゃあ次、3番、見飽きることのない面影を胸に思い浮かべなさってって書いてんねんけども、はい、これも面影と名残がよく分かれへんし、まあ、後ろにね A の歌があんねんけども、歌とこの胸に思い浮かべるっていうその心的なものって歌見ただけじゃなかなか分かりづらいよね。なんで3番はちょっとね、まあ、1,2 ほどはなんか 大げさな罰じゃないけども、まあ多分ちゃうやろなって感じやな。はい、4番、満ち足りないままにね別れた思いをお書きになって、これいけそうやんか。 A のねその上物神がさっき言ったみたいな、また今夜会いたいなみたいな、会われへんなみたいな話してたやん、さっきの分かんないようでね。だからその思いをお書きになってるっていうのは後ろにね A の歌があることにもつながるよね。次に A の歌があることにもつながると、次に A の歌があるとよいしょ。はい、じゃあ次丸5番な、聞き飽きることのないよことの余韻、もうこれもだからこと引いてるやんね、こと引いてるので×です。ということでもう答えは丸4番ってことが分かりました。まあ、あとね3番もう一個×にするとすれば、赤ざりしって言ってるわけやろ。ということはこれって過去やね、過去ね。なんで 見飽きることのない面影ってこれ過去の形じゃないけど、4番は別れた思いっていう風にちゃんと過去の形になってるわけやな。なんでまあこういうところでもね文法チックに、答えようと思ったら答えることができます。はい、次ういきましょう。イメージ句こそ書きなし連れ、これもね、答えがねちょっと単語だけでいけるものありませんということで、まあなんか書いたんやろなぐらいわかりますが、じゃあね、うのとこちょっと見ていこうか。はい、うが、ここやな、誠にイメージ句こそ書きなし連れって書いてんねんけども、このちょっと前見ると、この扇の絵を見てくださいみたいな、姉君がこうこうこうですっておっしゃると、めっちゃ、誠に本当にイメージ句書いてますよって言ったと。ということはここの流れっていうのは扇のね絵を見てってことやな。扇の絵を見ておと思った感想を書けばいいってことやね。はい、扇の絵、扇の絵と、扇の絵を見てイメージ句こそ書きなし連れっていう風に言ってるわけやな。で B のめぎみの歌ってなるので、ということはこの扇の絵を見たのは多分上門の神やろな。見て、あ、これめぎみの曲やっていう風に気づいたわけやと。で次の頭チラッと見るとね、今朝のことの返し、あ、ってことはことのね手紙つけたんやか、上物神が、あ、それのお返事やなってことが思ったみたいな感じやな。はい、じゃあ、ういきましょうか。はい、1番、いつもより丁寧に書き込んである、いつもよりってお前いつも見てたんかって、初見やろっていうね、初めて扇の絵見たんやろって感じやなんで×です。はい、次2番、ひどく悲しげに書き入れてある、なんで悲しげかどうか分からへんし、見ただけで悲しげかどうか分からへんで、それ天才で、で見て、あ、これめっちゃ悲しげに書いてあるやんって分からへんから。はい、3番、ことさらに美しく書き上げてる、これいけそうやんね、扇の絵を見た感想としておかしくないよね。はい、4番、これも一緒、とりわけ得意げに、得意げかどうかは絵描いたね、その絵だけじゃ分からへんね、描いた様子を見れば得意げかどうか分かるやん、描いてる様子をね、あーパーパーパーって描いたら、あ、めっちゃ得意そうに描いてるやん分かるけど、絵だけ見てわ得意げやって分からへんな。はい、5番、これも一緒です、愛情深くも絵だけ見たら分かりません。今回とにかく情報としては扇の絵を見たただの感想なんで、扇の絵を見た感想として一番バッチシなのは3番やろ。あー、丁寧にちゃんと美しく描いてるなって思ったわけやんな。はい、ということで答えは3番でしたと。ということで、まあ、ああいうはね、こんな感じで、まあ、ほぼ前後というか、まあ、ほぼちょっと直前ちょっと読んだだけやな。はい、誰が何を喋ってて、状況前書きからをね、しっかり押さえてやっていくって分かれば、まあ、問1はね、そんなに恐れる問題ではありません。で、問2番は文法の問題なんで飛ばして、問3番が、はい、ここはね、防線部 X の問題やっていきます。さればよ、さればよっていうのは意味で言ったら、ああ、まあ、なるほど、みたいな。なるほどね、みたいな。ちょっと納得した感じね。ちょっと考えて、なるほど、みたいな。
で、誰がどのようなこと。じゃあまず主語をちょっと確定させなあかんな。母君って、まあ母君かなって予測はしてるけども、一応ね、目君かも可能性もあるので、ちょっとじゃあ、X のとこね、見に行きましょうか。はい、X の箇所がこっちか。はい、X の箇所がここやな。はい、さればよーとありが、じゃあここ誰が言ってるのかやな。じゃあ、パーって見ていくと、ここ、はい、母君、伊藤戸怪しと思いても完璧やな。ということは、これ思った人は、母君です。はい。この時点で3、4、5の3択に絞れますと。はい。1、2はもうこの時点で×にしましょう。はい。じゃあ、3、4、5ね、これで絞れたから、ちょっと選択肢をね、こう見比べて、こう、さらにもっと絞ってね、何を探しに行かなあかんかってところをね、明らかにしていこうか。はい。じゃあ、3番。上物神と目君の間でやりとりが交わされているのに気づき。はい。で、4番は沈み込んでた娘の様子を心配していた。で、5番が弟が持っていた扇に書き添えてた和歌を読んで、不審に思っていた通りって感じになってんねんな。3、4、5のね、3番はただに気づいてるだけやねんけど、4と5に関してはちょっと心配とか不審に思うとか、ちょっとね、マイナスな的な書き方やんな。はい。で、真ん中、ぎこちない様子を歯がゆく、3番ね。ぎこちない様子を歯がゆく思いながらも、感じながらも、口を挟んで2人の中が表沙汰になったら困るので、見て見ぬふりをしようと思ったって書いてんねんけど、まあ、ここの内容ってな、表沙汰になってしまったら困るのでって、これマイナスやろ。はい。なんかやばいと、この2人の関係性が世間にバレたらやばいみたいなマイナスや。母君はこのね、隠そうとしてるみたいな話、3番をね。4番、案の定、目君が上物神の洗練された様子に心を奪われて何も手につかなくなっているのだと分かり、大変なことになってしまった。これもマイナスやんな。やばいと。目君全然手についてないやんっていう心配してるんで、これもマイナス。最後5番、上物神と目君がすでに心を通わせていて、これはなんか前書きの流れからもいけそうやんな。もう一夜を過ごしてるんでね。で、最後、今夜再び会おうとしてる。これもいけそうやな。A、B の和歌の流れから。で、喜ばしいことだと思った。これだけプラスやね。Okay? 母君が思ってる内容っていうのがマイナスマイナスプラスっていう5番だけプラスやから、ということはポジティブな内容やったらもう5番正解として確定するな。はい、じゃあお母さん、母君の気持ちが表れてるのを探しに行きましょう。はい、じゃあ、まあ、気持ちなんでね、こう嬉しいとか悲しいとかそういうのをね、こう探しに行きましょうってね。で、景色見えじと表隠すみたいな、姉君の方を見せたら我が物に線取らせたまいて、この犬こそのたますれば我が言葉は中3ね、まあこれ扇を刺す時の小さき犬の刺すみたいな、よく分かれへんな、取って蓋を取ってみたまいければうちの方に C の歌でこう書いてる。あれ？お母さんの思い全然書いてないやんって感じやんな。ってことは、ここの流れではお母さんの気持ちがまだ分かれへんと。はい。じゃあ、母君はから三段落始まってるか。まあ、ここにもしかしたらお母さんの気持ちが書かれてるかなと思いながらちょっと見ようか。はい。じゃあ、心苦しい。あれ、心苦しいと思ってるからマイナスかなと思いきや、ウコンを召すと。ウコンってのは目君に使える次女のことやんな。はい。今宵、殿が来なさると。まあ、先ね、C の歌で、トヨ、来るよ言ってたからな。はい。で、うんたらこんたらって書いてて、行く末頼もしきって書いてるやろ。行く末頼もしき、見て、みたいな。はい。ここはすごい気持ちが表れてるわけね。まあ、お母さんのセリフなんで、ここはね。はい。お母さんのセリフが頼もしいよと言ってるわけ。ということはこれプラスやんな。ここのセリフがね。このプラスの気持ちがここに表れてると。ということで、このね、喜ばしいことだと思ったっていう5番がね、もうこれでわかります。正解ってね。他の3と4はね、表沙汰になったら困るとか大変やとかね、マイナスなんでね、もう×です。はい。じゃあ問3番はね、5番が正解でしたと。はい。じゃあ次、問4番。問4番はこれ、ウコンの気持ちやんな。はい。じゃあ問4番の防線部 Y やねんけども、よもぎの梅雨は払わずとも、御胸の梅雨は今宵晴れなものをって言ってんねんな。これって比喩表現ってことわかる？比喩表現っていうのは、これ直接的じゃなくて、間接的ってことやね。わざわざ例えて言ってるわけやから。だから直接的に言ってるわけじゃないってことな。だから何かを例えてるわけです。はい。よもぎの梅雨、よもぎってなんか葉っぱやな、自然の。ね、それとも梅中に書いてたと思うんだけども、よもぎの話は、あれ書いてなかったかな書いてなかったか書いてありませんでしたが、まあ、よもぎはね、その、よもぎの梅雨をワックルーム人もみたいな書いてるところね。で、よもぎの梅雨は払わなくとも、あなたの胸の梅雨は晴れますよっていう。ここわかるよね、ここの、比喩関係になってる。ね、よもぎっていうのは、その梅雨は払わへんくても、あなたの胸の梅雨は晴れますよっていうね。で、それをね、笑ったと、ウコンがね。というふうに微笑むと、恥ずかしいと思ったって、ね。さあ、これ誰が恥ずかしいと思ったのかね。はい、誰が恥ずかしいと思ったのかって、ウコンは先言った目君に使える次女やということは、会話する相手としては目君がね合ってるとね、お母さんが恥ずかしく笑うのおかしいからな。はい、なんで目君が恥ずかしく笑ったってところやな。ということはね、このちょっとね前を見ると、貴重をかけ渡してなんかクマグマまで塵を払う、なんか掃除してるんだね。掃除だって来るから、上の方ね、今夜行くぞ言ってたもんな、ね、
来るやん。それはさっきの今までの流れから分かるやろ。はい。で、来るよって言ってたから、まあ掃除してたわけ。で、掃除してた様子を見て、ウコンがね、こう言うわけやな。まあで、こう、メギミが言ってるわけ。よもぎの露を湧くなん人もなきを、さもせずとありなんと。まあこれよう言ってること何か分からへんね。分からんけども、この後ウコンのセリフが、よもぎの露は払われへんかもしれんけど、あなたの胸の露は今宵ね、晴れるよ、みたいな。ただこれをね、はっきり、上物神来るから、あなたの気持ち晴れるよねって言っちゃうとさ、こうおしゃれじゃないやんね。はっきり言いすぎると良くないんよ。空気壊すから。こうそれとなき言ってるわけ。今日ね来るやんみたいな。今日来るやんっていうのはちょっとあれやから、あなたの梅雨は晴れるやんみたいな。胸の梅雨晴れるやんみたいな。こうちょっと遠回しにね、こうちょっとからかうみたいな感じやな。それで言ったからめっちゃメギミは恥ずかしくなったってことね。顔赤くなるみたいな。うわウコンもちょっと分かってんねやみたいなね。はい、そういう流れですと。はい、じゃあ問い5番ね見て、問い4番すみません。問い4番見ていきましょう。はい、丸1番。訪ねてくるかわからない人を思って掃除までしなくてもよいというメギミに対してそんなこと言ってるかなって感じだけど、部屋の塵は払えなくても心配事は払うことができると明るく励ます気持ち、これよく分かれへんな。はい、これ明るく励ます、これを聞いて恥ずかしくなる、恥ずかしくなってね、おい大丈夫大丈夫って言って、え恥ずかしいっておかしいやろありがとうとかね、笑うとかで分かる、照れるとかで恥ずかしい、意味分かれへんな。次2番、踏み分けられないほどよもぎが茂った庭を恥ずかしがるめぎみに対して、これもう恥ずかしがってる対象が違うで。はい、うわこれはもう草よもぎ生えすぎや恥ずかしいってちゃうでちゃうし、最後のね、部屋掃除してるから大丈夫大丈夫っていうね、慰める気持ちは、これもおかしいやろね、大丈夫部屋掃除してるから大丈夫やんみたいな、そんなんじゃないで。はい、こんちょ空気これこそぶち壊しやんな。それで恥ずかしくなるも意味分かれへんしな。はい、3番、訪ねてくる人もいないのになぜ掃除するのかと不思議がってるめぎみに対して、今夜お客様の上物神が訪れるのから必要なのだと安心させる気持ち、これ一見良さそうに見えるやろ、これ一見良さそうに見えんねんけども、これは直接的すぎるんだね。さっき言ったね、わざわざ比喩を使ってんの、比喩を使ってんねんから直接的に言ってるのはあんま良くないよね。今夜上物神来るから大丈夫大丈夫って、しかも安心させるね、安心させる気持ちって言ってるわけやろ、これを聞いて恥ずかしくなれへんやね。なんで恥ずかしくなるってことは、何かちょっと自分のこと言われたくないこと言われたりとか、なんかちょっとね照れる気持ちが現れるわけやろ。だから安心させられたらね、恥ずかしがるっていう気持ちにはなれへんと思うね。なんで3番その流れでもね、罰ですと。はい、4番、誰も来るはずはないから掃除の必要はないのにというめぎみに対して、上物神の訪れを密かに待ってるめぎみの心は分かってるとからかう気持ちね。これやと恥ずかしいっていうニュアンスに合うやんね。いや分かってますよみたいなって言われると、わ分かってたんや恥ずかしいみたいなねっていう気持ちはいけそうやろ。はい、5番、梅雨に濡れたよもぎを分けて訪れる人もないのと拗ねるめぎみ、まあ、これもちょっと怪しいけどね、上物神を思って沈んでいるめぎみを胸の内を晴れやかに、もうこの時点で罰やな。沈んでるとか、あと反発する、これで恥ずかしがる意味も分かれへんしな。もうこれでね、4番ってことは分かりました。ということで今回はね、こういう風に笑って恥ずかしがるっていう、そのめぎみの恥ずかしいっていう感情から分かったものもあるし、ね、今までの流れからも分かるっていう問題でしたと。はい、じゃあこれでまあ一応ね、主要の問題は解けましたと。まあ、じゃあ一応もう一回問い6ね、確認しようか。問い6、じゃあ問い3ちょっと軽く罰つけててんけども、やっぱ人に認めてもらうことの恋の重要な条件、こんな話一切なかったやろ。単純にやっぱ2人のやりとりやってん。で、そこに対してお母さんが入ってきたりとかしてたん。お母君が入ってきたりとか、弟君はね、あの扇の絵とかからちょっと出てきててんけどね。そういうのがやっぱ出てきたから、やっぱ5番が正解ね。2人のやりとりっていうところが今回に着目が当たってると。注目されてるってところがポイントでした。はい、じゃあ最後問い2番解いて終わります。はい、じゃあ最後ね、文法問題ね、もうさっき書いときましたと。はい、文法問題の軽くね、ポイントだけ言っときます。たまはぬ、たまはっていうのはこれ、アダンね。アダンは未然形です。はい、未然形プラスぬは打ち消しの助動詞ね。打ち消し。はい、ということで、打ち消しの助動詞って書いてるのが、この時点で2と、4は×になって、1、3、5の3択です。はい、で、次。次は、にやらんの2ね。はい。にありは覚えておいてほしいです。にありは断定の助動詞です。この2は断定の助動詞ね。断定。ということで、断定の助動詞なのが、1、3、5でうち、3だけが×や。ということで、1か5の2択やと。はい。にありは断定の助動詞ね。断定。にありは断定と。で、C と D ね。で、今回 D は2つとも完了の助動詞やってるな。はい。ぬべしつべしは完了驚異の助動詞と覚えておいてください。きっとこれこれだろうって言います。きっとこれこれだろう。この形で覚えておいたらいいよ。きっとこれこれだろう。ね、ぬべしつべしは完了の助動詞。このぬがね、ぬとつが完了やね。完了驚異。どっちでもいいけどね。はい。じゃあ、むべにはこれ何かって言ったら、格助詞やとむべにってにが1個浮いちゃうので、これむべなりから来てるな。むべなりの活用してむべにになってるだけです。な
なんでこのもともと2がムベナリっていう形容動詞から来ているようなところなんで、今回の答えっていうのは各助詞じゃなくて1番の、形容動詞の活用語尾っていうのが正解になりますよと。はい、これでね、問い2番終わりになりますと。以上でね、古文の解説ね、まあ結構ね長々とやってきましたけども、でもね本文の内容としてはね、今軽く線引いたとこだけ見てもらったら分かんないけど、ほとんど読んでない。こことかここ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 ね、あとこことここぐらいの読んだのは、だからこんだけでも全然古文は解けるよと。古文やからって言って全部読まな解かれへんとかね、単語とか文法ちゃんと覚えな解かれへんっていうわけじゃないね。しっかりね、必要最小限の情報ね、もちろん勤めてがわからんかったりとかしてたらさすがにね難しいかもしらんねんけど、まあそれでもでも勤めてわからなくても手紙送りとかもわかるからな、まあわかると思うんだけども、はい、だからそういう風になんかね、こう古文に対する固定観念っていうのをね、これちょっとでもね振り払うことができたらいいかなと思います。はい、またねこれ何回も何回も自分で、解説実際に聞いて自分でできるかどうかをねやってみて、それでね実際違う問題で適用してね、どん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 問題の方を解いていってくださいと。はい、それではねお疲れ様です。 YouTube 校の動画の概要欄を見ていただきますと、そこにね LINE のご登録を促すリンクがあります。でそちらにね登録いただきますと、偏差値が30から60になる勉強法、そして偏差値60から過去問の点数を取っていくための勉強法、そしてご希望であればね TOEIC 700を3ヶ月で獲得する勉強法、これは森田哲也先生の監修も入っているノウハウ集です。ぜひねご興味がある方はご登録の方よろしくお願いいたします。